こんにちは、ガジェット G です。さて、あなたはキーボードを選ぶ際に一番重要視していることは何ですか？私は、以前から折に触れて申し上げておりますが、もうダントツで打鍵感なんですね。そこで今回は打鍵感モンスターを3つ選び出したいと考えております。当チャンネルは iPad でいろいろなキーボードを使ってみようっていうめっちゃお気楽なメインテーマで運営しておりますので、キーボードや iPad に関心のある方はお気軽にチャンネル登録していただけると嬉しく思います。ただ今回は iPad ってことにあまりこだわっていないテーマとなってしまっていますが、もちろん私は今回登場させているキーボードをキートップにシールを貼ったりキーキャップを交換したりして iPad で使用していますけどね。では早速本題に入りたいと思います。文章を打つときに構想があまりはっきりしていないようなときにでも打鍵感の良いキーボードを使うと良い構想、良い文章が紡ぎ出されたりしてしまうことがあるのです。スムーズに、そしてリズミカルに入力できると思考回路もスムーズに回転して良い考えや適切な言葉や文章が生み出されてくるのかもしれません。そんなわけで私にとってキーボードは魔法のアイテムであって、データ処理関連グッズの中でも最も重要な機器なのです。ただし打鍵感というのはあくまでも感なので個人的感覚であって必ずしも万人に通じるものではないとは思うのですが、一つの参考意見としてお聞きいただければと思います。選定の条件などは特にありません。ただ私が今までに使ったことがあるものの中から選んだということです。そんなわけでまだまだもっと素晴らしい打鍵感のキーボードがあるのかもしれません。もしこれなんかいいよっていうおすすめのキーボードがありましたらコメント欄でお教えいただけると大変嬉しく思いますね。そして打鍵感の中枢を構成する触覚的要素としてはキーを押したり離したりする時の指先に伝わる圧力の変化とキーストローク、キーピッチ、キートップ形状、キートップの材質と表面処理、キーボード筐体の構造、材質、そして重さなど様々な要素が複合的に影響し合って打鍵感を構成しているのだと思います。それから打鍵感の中には音、つまり打鍵音という要素も含まれていると私は考えております。この音の要素も小さくないと思います。試しにノイズキャンセリング機能付きのイヤホンやヘッドホンなどを装着して打鍵音が聞こえない状態でインプット作業をしようとすると途端に入力しづらくなるのです。で、これは決して私だけではないと思うのですが、ご視聴いただいているあなたにおかれましてはいかがなものでしょうか。それからインプットミスが少ないことも重要な要素だと思うのです。インプットミスはかなり微妙な打鍵時の主にメカニカルなタイミング等に起因して発生するのだと思うのですが、いくら打鍵感打鍵音が良いと言っても結果として得られるインプットデータに誤りが多いと打ち直しが多発してしまうことになり、そのインプットミスを少なくしようとすると思うように打鍵できなくなってしまったりしますので、これも重要な要素なのだと考えています。そんなこんなでポッドデのメーカーが急に素晴らしい感触のキーボード、素晴らしい打鍵感のキーボードを作ることは至難の業なのではないかと考えています。では早速私の選んだ3つのキーボードを紹介していきたいと思います。一応日本語文章入力での使用時間が長い順に挙げさせていただこうと思っています。動画編集用に使用するキーボードですとまた違ってきてしまいますので、まず最初はパンタグラフキーボードのロジクール MX キーズミニです。これが使用時間もダントツで長いと思います。おそらく上に挙げた対象時間の中でも半分ぐらいはこれを使っているのではないかと思いますね。うまく説明できないのですが、打鍵感は硬すぎず柔らかすぎず、とにかく絶妙な打鍵感でインプットミスも少なく気持ちよくインプット作業がはかどります。打鍵音も比較的静かなのですが、エンターキーなどを叩くとパーンって結構な音がするのですが、それは悪いものではなくて
アクセントになったりリズム感を創出したりしてくれるものであって、ある程度はやはり必要だと考えています。同じような例はカメラのシャッター音にも当てはまると思います。シャッター音はその音が周囲の迷惑になるようなシチュエーションでは、まあ可能であれば無音にすべきなのでしょうが、そうでない場合にはシャッター音は撮影のリズムを作るのに重要なエッセンスとなるのです。なのでキーボード作業においても、音の配慮をしなくても良い環境においては、結構打鍵音が高い状態が私の場合は好きではあるのです。まあしかしそんな状況ではない場合も多いので難しいところではありますけどね。ではここでロジクール MX キーズミニの打鍵音をお聞きいただきたいと思います。次に使用頻度が高いのが静電容量型のキー構造を持つ PFU の HHKB ハッピーハッキングキーボードプロフェッショナルハイブリッドです。独特の軽い打鍵感が軽快で、しかもインプットミスがとても少ないのです。一般的なメカニカルキーの赤軸ですとタッチは軽いものの、私が打つとどうもインプットミスが多くなってしまうのです。実はこの機種にはタイプ S というものがあって、そちらは静音タイプなのですが、価格はただのハイブリッドよりもさらに5000ほど高くなるのです。そしてこちらを購入する方の方が断然多いようなんですね。またこちらは静音用のダンパーなどが入っているせいで、キーストロークは若干短くなっているのです。そして私が調べた範囲内では、この静音のタイプではない無印のプロフェッショナルハイブリッドの方が打鍵感では良いといった評価が多いように思いました。まあ、そこで私はこちらのタイプ S でない方を導入したわけなんですけどね。ではここで HHKB の打鍵音をお聞きいただきたいと思います。最後はフオジーの青軸メカニカルキーボードです。これはかなり安価なもので、確か、ブラックフライデーにかかっていたせいで3999円で購入できた代物なのですが、思いのほか打鍵感が良くて重宝しています。軸にはおそらく中国のオーテム社製の青軸が使われていて、これがとても良い打鍵感を作り出しているのです。別の言い方をしますと、タイプライター的な打鍵感を醸し出していると言ったら良いんでしょうかね。私はこれ以外にも有名なチェリー社製青軸キーを用いたキーボードなどを所有していますが、それらよりもはるかにタイプライターっぽい打鍵感でとても気持ちが良いんです。チェリー社製青軸は滑らかすぎて音も静かでタイプライター感がないのです。その点このオーテム製の青軸キーを使ったフオジー CQ63 は何か引っかかりのあるメカニカルな打鍵感、打鍵音でタイプライター感を彷彿とさせるのです。擬音で例えるのならカシャンカシャンといった感じですかね。ちなみにチェリーの方はストーンストーン、あるいはスコーンスコーンという感じで味わいがないのです。このフオジーというかオーテム製の青軸の打鍵感は、研究に研究を重ねてこういう打鍵感、打鍵音を得ることができたのか、あるいはたまたまできた偶然の産物なのかと、とても不思議な感じがするのですが、私はどちらかというと後者なのではないかと、つまりまあ偶然の産物なのではないかと推測しているのです。でこんな風に言ったらオーテムやフオジーの関係者には失礼になってしまうのかもしれませんけどね。ここでフオジー
CQ63 の打鍵音をお聞きいただきたいと思います。参考までにチェリー青軸を使ったフェナのタイプライター風キーボードの打鍵音をお聞きいただきたいと思います。今回取り上げた3機種のキーボードはそれぞれに全く異なる打鍵感を持っていて、なかなか比べることはしにくいのです。先ほども申し上げました通り、使用時間には差はあるものの、打鍵感のみでの優劣はつけられないのです。その時打とうとしている文書内容やその時の気分でどれにしたいのか変わってくるのです。そしてまた上のどれか一つでしばらく打っていたとしても、気分転換で別のキーボードに変えてみるとまた新たな発想、新たな文章が湧いてくるということがあるのです。はい、今回の動画は以上となります。もし本動画が少しでも参考になったと思われた方は高評価ボタン、そしてもしよろしければチャンネル登録もお願いしますね。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。